ざっくり、ゆっくり、宇宙世紀年表解説。皆さんこんにちは。ゆっくり解説の霊夢です。解説のマリサだぜ。では、宇宙世紀の歴史について解説していくぜ。UCW079、1月4日、ジオン公国軍がサイド2のコロニーを移動させ、地球へ落下させる、ブリティッシュ作戦を発動するぜ。ここここ、コロニーを地球へ落下させるっておいおい。もちろん目標は南米のジャブローだぜ。核兵器の直撃に耐えられるジャブローを破壊するのが目的になるんだぜ。まさに国力と戦力が低いジオン公国軍が考えた一発逆転の作戦なのね。ただ、これがいろいろまずかった。なんせジオン公国軍は NBC 兵器を無差別に使用しているからな。そんなの絶対にあかんでしょ。あかんな。なんせコロニー落としに使用されたサイド2の8番地コロニー、アイランド、イフィッシュ、に毒ガスを注入した結果、2000万人が犠牲になっているからな。大量に民間人が、この結果各コロニー出身者の生き残りがジオン公国に対して、憎しみを抱くようになり地球連邦軍に大量に入隊しているからな。まあ、そうなるわな。そして核パルスエンジンを装着したコロニーは、ジャブローへの落下軌道に突入したが、地球連邦軍艦隊の必死の抵抗により大気圏突入後に崩壊したぜ。ああ、よかったわ。それ以上の犠牲者は出なかったのね。いや、コロニーの残骸が地球へ大量に落下し、世界的な被害が発生したぜ。最も被害が大きかったと言えるのが、オーストラリアのシドニーだな。なんせシドニーそのものが消滅しているからな。ひどすぎる。まあ、この1週間の出来事を後に、1週間戦争と呼び、この期間だけで総人口の半分近くが亡くなったぜ。人類史上最悪な戦争じゃないの。では、今回はここまで。また見に来てくれよな。では、また次回。